高谷口駅は、和歌山県橋本市高谷口町名荘にある、西日本旅客鉄道和歌山線の駅である、明治末期の高谷口駅、カツの間らしき建物も見える。駅の建設された高谷口町名荘は、高野山三景道が通る用地で、和歌山線の山と二見和歌山間を建設した、私鉄の木は鉄道が設立された当初から駅を要望しており、開業後は、 貨物の集散も見込めることから、駅の建設が予定されていた。しかし、駅の設置に関連しては、紛糾があった。この地域を流れていた田原川、毛川、東、谷川、宮谷川の4つの河川は、勾配が不規則で、大雨の度に洪水を起こす恐れがあり、地元では、改修を企画していたが費用が、巨額のため実現せずにいた。鉄道建設に際して、 これら四つの川を線路に沿って西へ流して、佐賀谷川に合流させる改修を行うよう、鉄道会社に対して地元から要求が行われた。もともと天井側であったこれらの河川の堤防のために、停車場に傾斜が生じるところであったが、川の付け替えを行えば、傾斜を除去できる上に、洪水対策上も有用であったことから、巨額の経費がかかるものの会社はこれに対しては、 応じることにした。一方、駅西側の大野地区の住民は、線路の下を神馬が通れるトンネルを3カ所に設けることを要求し、踏切で十分であるとする会社側との協議はまとまらなかった。結果的に1899年8月4日に、和歌山県知事に対して工事設計協議会の設置を求め協議を行ったが、やはりまとまらなかった。九月十二日には、 審査会の設置を求め、11月24日の審査会の結論は会社側に不利なものとなった。そこで会社は内務大臣に対して不服を唱え、翌1900年3月31日の裁定により会社側の設計が妥当と認められることになった。このように長く地元が設計に納得せず、また県の裁定が会社の不利となるものであったのは、 当時の政党間の対立関係が影響したのではないかとされている。建設に際しては停車場に必要な水平の土地を得るために駅の東側の大御村において当初設計で土地を22フィート切り下げとしていたのをさらに2フィート増やして24フィートの切り下げとすることになった。これに対して大御村の住民からは地下水脈が立たれて線路南側の水田で 稲作ができなくなるとの反発があり、切り下げ深さを元の22フィートに止めるか、稲作ができなくなることの保証を求め、そのどちらも不可能であれば、駅を大募村に建設し、高野山の山経道を新たにこちらに建設すべきであると主張した。しかし2フィート程度の深さの増加では、地下水脈に影響するはずもなく、保証の必要はないと会社は主張し、また、 駅の位置に関しては、会社の信用にも関わるとして、当初原案通りでの建設計画を進め、大御村住民を説得するのには1年余りを要したという。相対式2面2線のホームを持つ行き違い可能な地上駅。駅本屋側ホームが1番ホーム、古選橋を渡った反対側ホームが2番ホームである。JR 西日本の子会社である JR 西日本。 メンテックの契約社員が一人常駐しており、朝の一部時間帯のみ、営業の業務委託駅で、ポス端末と新型押しボタン式券売機一台設置。橋本市のギャラリーコーナーも併設されており、船内では比較的設備が整っている駅である。トイレは設置されている。かつて営業していたキオスクは撤去されている。業務委託駅ではあるが、一部の電車を除き、 すべての扉は開かない。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。